クレーム？アイスパンケツカオス。ということで始まりました、中曽根泉のクレームは一切受け付けません。今週もこの方をお呼びしております。シュラフさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週もはい、よろしくお願いします。今週なのか、もう何でしょうか、わかんないですはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあちょっとうちの娘です。はい、いいですよ。だから離婚したじゃないですか、うん、娘にこの愛情を持って接してはいるんですけど、娘がそれでこう満足得てるというか、ちゃんと愛情を感じれてたらいいなっていう毎日なんですよ、日々、うん、それはどういう数字ですかなんか私ラッキーナンバーが5って言われて、うん、でも5は基本的には女性的なエネルギーなんで、あ、はいはい、娘さんとのコミュニケーションを取りやすい数字ではあるんだけど、うんうん、娘さんとの関わりをより深くしたいのであれば、一応15の方がおすすめです、うん、あ、15の方がいい。おお、15っていう数字は世間一般で言われている女性の幸せを全て手に入れることができるとか、女性が持つと子供とか平和な家庭的っていう数字に変わるので、はい、愛情とかってなると、うんうん、今の表現するに伝わってるのか伝わってないのか分からないっていう風になってしまうから、愛情を注ぐとかっていう感じじゃなくて、うんうん、娘のためにどう思いやったらいいのかなに変えた方がいい、言葉にね、するのが難しいというかっていうのがちょっと弱点としてあるからうん、うん、あとはもう行動で示せばそれで伝わるっていうところがある。一応もうめちゃくちゃスキンシップはうちすごいんですよ。大好きだよっていうのを毎日毎日言って、愛してるよっていうのもしょっちゅう言ってますし、もう生まれてきてくれてありがとうとかもしょっちゅう言ってますし、まあそこは大丈夫かなって思うんですけど、まあ旦那とも合わせてますし、元旦那とも合わせてますし、私のところで暮らしてはいるんですけど、まあどっちにもこう好きに通えるようにはしてるんですけど、うん、その娘のことを思った時に、もっとなんかね、一緒にいる時間を作らないといけないのかなとか、まあそういうのも心配ではあったんですけど、これ生年月日間違ったら面白いけど相性いいね、お母さん私と、はい、娘、はい、じゃあ見て17の引き合い、携帯閉めるとき17でしょ。だから、娘さんはちゃんとお母さんの意図をキャッチすることができる。頭もいい。頭いいの。感性ある。感性もすごい。チュラカギリって。チュラカギリでしょ。安い。子供は8歳ですね。モテるよね。分からんけど、すごい美人ですよ。多分モテると思うよ。17っていう数字が基本、名前の中に2つあるんだけど。あ、いいな、もう。17は見せる力とか、魅力あふれるとか、スタイリッシュとかっていうのがあるから、こう自分磨きにすごく意識する。あ、そうですね。今8歳だけど、もうメイクすごいもん。っていうぐらい、もうちょっと早くから美意識が高くなる、うん。すごい高いですね。なんか普通の子よりかは、やっぱちょっと大人びてるっていう。うんうん、言われますね。持ってますよ。そうなの。ちょちょちょ、いいじゃねえの。いいじゃねえよ。なお母さんもだからね、生きてもだもんね。フェロモンが何？溢れ出てるだった？フェロモンが溢れてるのは19の方。なんだよ。あ、そっか、いず名前にはないのか。名前の隠すにはない。名前にあったらこういう、まあ、美人というか、そうそう、そういう自分。より強くなる。なるほどね。はい、名前の隠すに。なんだ。じゃあこれ見てる人も、名前に17があったらすごい美人ってよ。美男美女。親に感謝しないと思う。じゃあちょっといいですか、はい、うちベースの許田慎介っていうのがいるんですけど、あいつちょっと17画か見てもらっていいですか。すごい、あれなんですよ、見かけ倒しというか中身がないんですよ。見かけ倒し、もうだから女の人をこう騙すことにだけ長けてるというか、だから女の尻ばっかり追っかけて、全然このベースの練習もしないし、でもう見かけだけが三代目JSOULBROTHERSみたいな。あー、プライドが高い。あー、そう、プラス高いじゃん、やつ。あと、計算。計算、こういう風にやると、うん、かっこよく見えるとか、ほらほら、こういう風にやると、うん、綺麗に見えるとか。あ、もうそうそうそう、基本ミーハーなんですよ。ミーハーだよね。今流行ってるとか、今モテてるっていうものに寄せていくっていう。あ、そうです、そうです。だから先ほど言った中身がない、そう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 、自分がない、そう、芯がない、ブレてる、そうそれだまさしくですね。本当、基本チャラい感じ。チャラいです、チャラいです。チャラいし、ものすごいチャラいです。よく喋るしっていうのがあるんだけど、はいはいはい、本質はね、うんうんうん、だけど、喋らないことがクールでかっこいいとかってなったら、はい、そうですそうです、
急に喋らないでこう、うんうんうん、足組んでみたりとかっていう格好をつけたりし始めるっていう。で、自分今言ったみたいに自分自身の芯っていうのは今ちょっと足りない、うん、でその都度その都度壊すっていう自分のスタイルを変えていくとか、はいはいはい、彼がね彼が、うんうんうん、なんか流行りに乗っかってそれに乗っかってそうですね。この洋服のブランドが流行ったらこの洋服ばっかり持ち始めるみたいなことだよね。そうそうそう、これがもうじゃなくなるととまた別のものとかっていう風にスタイルをチェンジしていって自分を表現していくっていう人高いし頭はいい頭いいですよ。ちゃんと計算できる人、うん、なるほどね、バッチリです。しんすけさんね、芯がないでも名前悪くはないですよ、うん、名前はちゃんとのその流行りを乗っかって、うん、自分をどういう風に見せることができるかっていうことができるから本当の意味じゃ頭いいし世渡り上手ではある。だからもし最悪じゃその HY がなくなった時にそのだから洋服とか流行りを見る先見の目はあるんだから、うん、そこに特化して何かするとかのはいい、そういうのはいいってことだね。先見の目はないないんか流行りに乗っかる、わかる。だから人がいい、だタピオカが流行ったらタピオカやるみたいな。そうそうそう、タピオカ店だから潰れたら自分のお店もまた潰してまた別のお店作るみたいな。そうそうそう、っていうことをやる。だけど、うん、そこが失敗ではないっていう、ちゃんと乗っかれるっていう。なるほどね。まあでもほぼほぼ合ってますな。中身をね、しんすけさん、いつも私が言ってますよね。まあこの YouTube もあなたが見てくれてるか分かりませんけれども、まあ、もっと勉強してください。はい、それだけです私が言えるの。この2021年の私の運勢というか、うん、あとはまた今後のそこから大きい運勢というか、うん、ちょっと知りたいなと思ってるんですけど、はい、娘さんのことがもう気になる、うんうん、これが2021年から始まって、うんうん、それ以降にも全部つながるっていう、うん、もう極論の話をすると、うん、娘さんをどう育てるかが、うん、中曽根泉の今後の運気に大きく左右するんですよ、うん、なんかもう娘さんなんですよ、うん、幸せになるためのまず第一条件というか最優先事項。娘がずっとダンスを習いたい習いたいしてて、最近ちょっと教室を見てきて、あ、ここに決めようかなって思ってたんですよ。でもまあ自分の仕事もあるので送迎がまた結構できにくいのかなとかいろいろあってちょっとそれ迷ってたんですけど、もう入れようかなと思います。もともと入れたいなと思ってたんですけど、やっぱ私の送迎ありきで娘が習いたいことを潰すのはってずっと迷ってたんですよ。だからスタッフと一緒にやります。もうここはもう協力して、じゃあもうバッチリですね私来年で。もうすごい娘来年バッチリなんですよ。あ、そうなんだ。ただ心配なのが、うん、超モテ期。今シウマさんがこう見えてるわけじゃないでしょ。私見えてるか見えてないかで言ったらちょっと見える。え、ではない。え、何や、どっちやねん。え、どっちやねん。一人だけ今の時点での有力候補、うん、いるんですよ、うん、もしかしたら出会ってる可能性もあるから。やべえぞ。